どうも、ひろはすです。今回のテーマはこちら。ゲームの企画を立てようということで、今日はゲーム制作初心者のためにゲームの企画の作り方を解説していきたいと思います。ゲームの企画っていうのはね、すごく重要なんですよ。ゲームが売れるかはほぼ企画で決まるんですね。どんなにすごい技術力があっても企画がダメだと売れないんですよ。もう何でも作れる。どんなゲームだって作れるんだよっていう、もうゲーム開発マスターみたいな技術力があったとしても、その人が面白くない企画のゲームを作ったら売れないんですね。そしてビジュアル面でもそうですね。どんなにすごいビジュアルがあっても中身がダメだと酷評される。それがゲームなんですよ。あのゲーム A だけはいいんだけどね。みたいなね。ゲームがクソすぎる。星1みたいな。書かれちゃうわけですね。逆に企画が良ければ見た目がしょぼくて簡単なゲームでも売れちゃうんですよ。その iPhone とかでゲームのランキング見た時にこんな作るの簡単そうなゲームでこの見た目でなんでこんな売れてんのみたいなゲームを見たことあると思うんですけど、あれはね、企画がいいんですよ。なのでゲームを作るときは作り始める前にしっかり企画を考えましょう。ということで企画の作り方解説していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。企画を決める順番なんですけど、まず開発の目的を決めます。次にジャンル、プラットフォーム。次に開発規模を決めて、最後に世界観を決めるという形ですね。ということで、まずは開発の目的を決めましょう。開発の目的なんですが、まあ大体この3つかなと。技術の習得、就職作品、販売ですね。技術の習得の場合、とりあえず入門者はね、1本小さいゲームを作りましょう。もうこのレベルだと企画とかね、いらないんです。そのままね、もう自分が作れるゲームがそもそも少ないので、自分が作れる範囲の小さいゲームを作っていきましょう。で、技術を学んでいく場合、趣味でやる人を除いて、まあ、基本的にはこの就職か販売ですね。このどちらかを見据えて習得する技術を選んでいきましょう。まあ、この就職とか販売を目指してるのに、それに全く関係ない技術をどんどん習得していっても意味がないので、この2つを見据えてね、それに使える技術を学んでいきましょう。あとは、まだ使ったことがない機能を触るっていうことですね。まあ、あの機能を使ったことがないから、それを使ったゲームを作ってみようとかね。そういう感じですね。これで最適な作り方があって、まあ、ゲームはウィークっていうゲーム開発の勉強法があるんですけど、こちら詳しく解説した動画出してるので、まあ、興味ある方はぜひ見ていただければなと。で、この技術の習得目的に限り、最悪未完成でも OK です。この技術さえ習得できたらね、ゲーム自体も未完成で、まあ、次のゲームに移っていただいても、まあ、問題ないかなと思いますね。次に就職作品の場合、ターゲットユーザーは、就職を目指す会社の人事担当の人ですね。なので、その会社がどんな技術を欲しているかを調べましょう。まあ、調べ方としては、求人票を見ていただければ、そこにこういうことができる人募集って書いてあるんですね。で、新卒採用の情報より、中途採用の情報の方が、より詳しく欲しい技術が載ってると思います。あとはその会社の開発履歴を見ることですね。こんなゲーム作ってきましたっていうのがね、ホームページに載ってると思うので、そのゲームを見ていれば、あ、だいたいこういう技術を持った人が欲しいんだな。わかるんですね。こういうスタイルの絵が描ける人かなとか、こういうキャラクターがデザインできる人かとかね、わかるわけですよ。ゴリゴリの洋芸みたいなグラフィックのゲームをね、作りたいんだっていう人が、任天堂とか応募しても意味ないわけですね。ちょっとね、会社の社風と違うので。なので、その会社の特性に合わせないといけないんですね。グラフィックの作風とか、カジュアルか、コアか。ですね。さっき言った任天堂って考えると、グラフィックは万人受けするグラフィックですよね。カジュアルかコアかで言えばカジュアル寄りですかね。そういう会社に合ったゲームを作って応募した方が採用率は高くなるわけですよ。さっきね、技術の習得だともう最悪未完成でもいいよって言ったんですけど、就職作品に関してはこの未完成品っていうのはとても印象が悪いんですよ。物事を何か最後までやり遂げる力がない人だと思われちゃうので、未完成のゲームはまあほぼ確実に落とされるんじゃないかなと。なので、最初から最後まで一本のゲームとして完成しているゲームを送らないといけないので、必ず最後まで作りましょう。次に販売目的で作る場合ですね。まず販売目的の場合は、ターゲットがまだ決まっていないので、自分で決める必要があるんですね。で、このターゲットなんですが、ある程度ボリュームがある層にしましょう。なぜかっていうと、そのターゲットの人数が、そのゲームが最大にヒットした時の売り上げと同じになるんですね。なので、全然人口がないところを狙ったら、どんなにすごいゲームを作っても、全然売れないわけですよ。例えば、リアルなホラーゲームが好きな幼稚園児とかをね、ターゲットにするとですね、そんな人たまにはいると思うんですけど、なかなかいないと思うので、すごく面白いゲーム作っても全然売れないわけですよ。コストに見合わないことが多いと。ただ、人数めちゃくちゃ多い層は、ライバルが多いんですね。みんなが狙うので。しかも大手がそこを狙ってくるので、もし個人開発で戦う場合、大手と戦うことになるんですね。まあなので、もし個人とか小規模でゲーム作ってヒットさせるぞっていう人はですね、めちゃくちゃ多い層は避けましょう。ライバルが強すぎるんですね。まあ全然勝てる。私のゲームは任天堂にも勝てますっていう人はですね、全然狙っていただいていいんですが、いやちょっと任天堂と戦うのはきついなという場合はですね、ある程度ボリュームがあるけど、めちゃくちゃ多くはない。まあ、簡単に言うと、この大手が手を出さないターゲットですね。そのあたり狙っていくと戦いやすいのかなと思います。で、ターゲットが決まったら、そのターゲットがやりたいゲームを考えましょう。例えば東京都内に通学している女子高生が電車でやるゲームにしたいと思ったらですね、その時にすごく楽しめるゲームを考えるんですね。ターゲットが決まって、やりたいゲーム決まったら、収益構造を決めましょう。販売って書いたんですけど、無料のゲームでも最近は稼げるんですね。基本無料で、広告とか課金で稼ぐゲームですね。と、あとは有料で売るパターンがあります。まあ無料の場合は、基本モバイルは必須ですね。PC のゲームで無料広告付きとかだと、まあなかなか難しいのかなと。まあやっぱり無料広告モデルは、モバイルで出すのは必須ですね。で、モバイルで出す場合、タッチパネルで快適に遊べるゲームを作らないといけないんですよ。で、なおかつ、ワンプレイは短めですね。もう数分で結果画面が出るようなゲームを作らないといけないと。で、できれば縦画面で遊ぶゲームの方が遊ばれやすい傾向がありますね。で、広告モデルの場合、どこに広告を置くのか、どこで広告を見せるのかっていうのも考えないといけないですね。で、課金もどこで課金させるか、何に課金させるかですね。もう考えないといけないと。いうことですね。次に有料の場合。まあ、有料の場合でも、モバイルは欲しいですね。まあ、最悪なくてもいいんですけど、で、価格を決めましょう。価格はですね、開発規模から決めましょう。どのぐらいのボリュームのゲームだったら、これぐらいの値段っていうのがね、もうゲーム業界にはあるわけですよ。で、それを調べ方なんですが、これはライバルを調べることですね。その自分の企画に近いゲームをいろんなストアで探してきて、で、その売れてるゲームたちと同じぐらいの値段じゃないと、まあ、売れないわけですね。今すでに売れてる面白いゲームと同じようなゲームを作って、値段が高かったら、まあそれは今ある方を買われますよね。なので、そのライバルの値段を調べるということは重要になってきます。ということで、目的を決めるということですね。まあこの下に行くほど決めることが多くなってくる感じですね。技術の習得の場合は、まあ最悪未完でもいいので、割と適当に企画考えれるんですけど。で、就職作品の場合、ターゲットがすごく固まってるので、作りやすいんですよね。販売が一番自由度が高い代わりに企画も大変っていう感じですね。まあ一番楽しいんですけど。で、開発の目的が決まったら、ジャンルとプラットフォームを決めましょう。で、ジャンルとプラットフォームなんですが、こちら、ターゲットに合うものにしましょう。なので、ジャンルとプラットフォームは、さっきの開発の目的が決まって、そのゲームのターゲットが決まらないと、ジャンルとプラットフォームは決めれないんですね。なので、開発の目的を決めてから、やっとジャンルが決まるわけですね。ジャンルとプラットフォームが決まる。で、ターゲットに合うものにしましょう。ということで、まあ、ターゲットが所有するプラットフォームですね。コアゲーマーを狙うんだったら、PC 向けとかでもいいんですけど、さっき言った東京都内に通学する高校生とかになると、すごいスペックの高いゲーミング PC とかはね、持ってない人が多いんですね。なので iPhone、Android 向けとかになってくるわけですよ。まあスイッチとかそっち方面を狙うのもいいんですけどね。で、プラットフォームを決めて、まああとは勉強目的で作る場合は、習得したい技術が必要なジャンルですね。就職する場合は、応募する会社に合うジャンル。販売目的なら、売れるジャンル、または今売れてるジャンルですね。全然売れてない、もう完全に廃れたジャンルとか、もう今一度復活させるんだって意気込んで作るのもいいんですけど、まあ、やっぱり人気があるジャンルの方が売れやすいということですね。次にジャンルなんですが、今までにないものを理解させるのはすごく難しいんですよ。今までにないものを作ろうとするとですね、こうチュートリアルのコストはむちゃくちゃ上がるんですね。例えば横スクロールアクションとかだと、もう左右移動×でジャンプとか、看板をね、スタート地点に置いとくだけでも、ああ、なるほどねって言ってみんな遊んでくれるんですけど、今までに全くやったことがないゲームみたいなのは、すごく丁寧に説明してあげないと、遊び方がわからなくて、いきなり挫折しちゃうんですよ。だからそこの難易度も上がってくるんですね。ただこれ当てたらめちゃくちゃかっこいいです。もう、多分ゲームクリエイターが一番憧れるやつじゃないですか。こう今までにない斬新なゲームをヒットさせる。できたら一番かっこいいですからね。ただ、これね、初めてのゲームでやるべきことではないですね。これはですね、勉強で作る場合も、就職作品でも、販売目的でも、やるべきではないかなと思いますね。まずは自分の企画がうまくいくのかを測らないといけないので、全然今までにないゲームとかを作ってですね、これ当たらんかったなってなったとしても、何が悪かったのかわかんないんですよ。ちょっとね、それでね、2本目の成長がしづらいので、まあ、できればもう今あるジャンルを作った方がいいのかなって思いますね。まあ、就職作品とかでも、ちょっと説明書めっちゃ分厚いゲームとか届いても、ちょっとやるのめんどくさいなってなってくるんで、まあ、就職各作品も今ある遊び方がすぐわかるゲームを作る方がいいと思います。次に自分が作れるものにする。何をどうしたらこんなゲームができるのかわからないみたいなジャンルはですね、だいぶ厳しい。いや、おそらく最後まで作り切るのは無理なんじゃないかなと。ハードルが高すぎるんですね。なので、今自分ができることプラス一つ新しい技術くらいがちょうどいいんですよ。まあ作り切ったらね、一個新しい技術を手に入れてますし、だから次作るゲームは今よりもちょっと複雑なゲームが作れるわけですよ。それを繰り返していくことで、どんどん今この世にあるゲームはほとんど作れますという状態になっていくわけですね。まあ初心者はね、とにかく簡単なやつ。ゲームと言える最小レベルのものを作っていくのがいいと思います。まあ僕はブロック崩しを推奨してるんですけど、まあ一部屋しかない脱出ゲームとかね、とにかく簡単なものを作っていって、基礎技術を磨いていきましょう。で、最後ですね、人気があるものにする。これ一番人気である必要はないんですが、最低限目標を達成できる人気は必要なんですよ。例えばプラットフォームで言うと、今 PS3 専用ゲームとかね、PSP 専用ゲームとかね、これね、遊べる人がなかなかいないので、ちょっと難しいと。あと、ジャンルでもそうですね。今だとすごい多人数で遊べるバトロワーが人気だと思うんですけど、まあそれを作るのも全然いいんですけど、やっぱりライバルが多いんですよね。でも就職できるとか、これぐらい稼ぎたいとかね、目標があると思うんですけど、その目標を達成できるほどの人気があるジャンルとか、プラットフォームは必要なんですよね。それを選ばない限り、その目標は絶対達成できないということなので、まあなので、ある程度人気があるジャンルプラットフォームを選びましょう。ジャンルとプラットフォームの決め方に関しては、この通りですね。次に、開発規模を決めましょう。これは3パターンあって、技術力から決めるか、期間から決めるか、予算から決める感じですね。この開発規模も、最初の開発目的と、ジャンルプラットフォームが決まらないと、この規模は決まらないので、これが3番目っていう感じですね。まず1つ目、技術力から決める。まず入門者とかね、初心者方は小規模で、徐々に大きくしていきましょう。いきなり大きいゲームを作ると、必ず途中で挫折すると思います。まずは小さく。これはもうね、できないものはできないんです。これはね、もうしょうがないですね。これ当たり前のことなんですけど、なぜかね、自分ができないことが、このゲームを作りながらできるようになるんじゃないかって思いながら作り始めちゃう人がいるんですけど、意外とできないんですね。ゲームを作るって、割とその雑用も多いというか、自分ができることをすごくやって、できないことはやっぱり一つぐらいチャレンジするみたいな。だからやっぱちょうどいいのかなと思うんですよね。あと、自分ができることだけ、その所要時間が想像できるんですよ。だから開発期間がね、わからないんですよね。自分がまだできないことばかりのゲームを作ろうとすると、そのゲームが作るのにどのぐらいかかるかっていうのが全く想像できないわけですよ。なので、この後の開発期間とかが全く想像できなくなっちゃうんですよ。なので、ゲームの企画っていうのは自分ができる技術だけで基本的には決めていきたいところですね。ある程度はね、新技術を覚えながらっていうのもできるんですけど、まあやっぱり一つぐらいかなと思いますね。次は期間から決める。これは就職活動までに作るとかね。まあさっきも言ったんですけど、やっぱ技術習得しながら作るっていうのはね、リスクが高いですね。その締め切りまでに作れない可能性があるので。なので技術の習得は本気の就職作品とは別でやった方がいいのかなと。で、ある程度技術が習得できてから就職作品を作る。その時に今持ってる技術は全部出し切るっていう形で作るのがいいと思います。あと個人とか会社でやってる場合は資金が尽きるまでに作るんですね。まあ、これはね、人件費とか家賃、光熱費とかいろいろあると思うんですけど、それがなくなるまでに作らないともうゲーム作れなくなっちゃうんでね、尽きるまでの期間を決める感じですね。3つ目はを過ぎるまでに作る。まあ、これは何かというと、こう、時事ネタとか、季節ネタですね。高校野球のゲーム作るぞって言っといて、クリスマスシーズンとかに出したらね、売れないわけですよ。なのでまあ、夏休み前とか、春休み前に出したいわけですね。だから、その季節までに作らないといけないですね。で、そこで締め切りを決めて、期間を決めると。いう感じですね。で、最後、予算から決める。会社で作る場合は、ほぼこれですね。予算がいくらって決まってて、この予算内で作りましょうっていう感じですね。人件費でだいたい限界の期間がわかるわけですね。例えば、5000万ってあってですね、年収500万の人を10人雇ったら1年間ゲーム作れるんで、だから10人が1年で作る開発規模になるわけですね。これ個人の場合は貯金が尽きるまでなんですけど、その場合、これ1本に勝負をかけるのは危険なので、あまりお勧めできないんですね。できれば複数複数出したい。その自分の貯金のできる範囲で複数本出したいですね。とりあえず1年分の生活費貯めたんで、これで独立してゲーム作りますって言ってですね、1年間1本のゲーム作り続けて出しました。売れませんでした。再就職ってなっちゃうんで、まあできればせめて2分割ですかね。半年かかるやつ2本とかにした方が。これ当たればね、めちゃくちゃかっこいいし、でかいんですけどね。その最大限のヒット作が得られるのででかいんですけど、まあできればね、ちょっと複数に分けたいかなと思いますね。安全全のために。で、一回失敗した場合、その失敗から得られることってむちゃくちゃ大きいんで、何がダメだったかっていうのを見直して、もう一回再チャレンジできるんですよ。なので、個人の場合、一発勝負はちょっと避けていただければなと。で、開発規模の決め方は、こんな感じですね。今できる範囲のものを作る。期限が決まってたら、それまでに作れる規模にする。予算決まってたら、その予算で作れる範囲にする。そういう感じですね。そして最後、世界観を決めましょう。これが一番楽しいです。ゲーム開発で一番楽しい作業。世界観を決める。これね、初心者は最初にやりがちなんですが、これ最後にやることなんですね。これなぜかというと、目的とジャンルと規模、さっき3つ説明したやつですね。それが決まってないと、その最適な世界観っていうのはわからないんです。ジャンルに合う世界観っていうのもありますし、その規模で表現できる世界観っていうのは制限がかかりますし、だから決まってないとできないんですね。で、世界観から作った企画っていうのは基本的にギャンブルになるんです。そのターゲットユーザーも決まってない、何も決まってない、ただこういう世界を描きたいみたいなところからスタートすると、もうそのゲーム開発はギャンブルですね。まあこれがね、恐ろしいことに、それでたまたま当たることもあるんですね。これがね、当たっちゃうこともあるんですよ。まあ当たっちゃうって言い方は変なんですけど、当たるの素晴らしいことなんですけどね。ただこれで企画力を養わずに、たまたま当たった人、絶対次回作困るんですね。ちなみに、僕も元ギャンブラーです。基本全部世界観から作ってましたね。なので、基本的に、あれ、前回と同じように作ったのに、なんで今回当たらないんだ、みたいな。ずっと困ってたんですよ。あれ当たった、うわ、外れた、あ、当たった、外れた、みたいな感じでね。本当にね、ただのギャンブラーだったわけですね。その開発ペースが異常に早いおかげで、外れた後もすぐ1ヶ月後には次のゲーム出してるから、なんとかね、カバーできる。非常に効率の悪い作り方してたんですけど。まあこれ、なんで同じように作ったのに売れないってなったとしても、これはね、一回当ててる人しかできない。これなぜ当たったかを分析するっていうのができるんですね。これはね、一回も当ててない人はできないので。もしこれたまたま作ったゲーム当たっちゃったっていう人はですね、これなぜ当たったんだっていうのをすごく冷静に分析するんですよ。まあ、さっき説明したこの開発の目的とか、ターゲットユーザーですね。あとはジャンルプラットフォーム、開発規模がおそらく全て良かったっていう、偶然良かったっていうパターンなんですね。なので、この3つのどこが良かったんだ、誰に刺さったんだっていうのを、まあ、SNS とかでエゴサーチしまくってですね、本当はダメなんですけど、こう、ターゲットユーザーを後から調べるっていうね。もうすごく邪道なんですけど、当たっちゃったやつのターゲットユーザーと後から SNS で検索して調べるんですね。良かったって言ってる人のプロフィールをめっちゃ見るんですよ。それで、ああ、なるほど、こういう人に刺さったのかってなったらですね、この次回作はその人たちに向けて作るんですね。そしたらまた当たるんですよ。なので、できれば、これはね、ゲームは狙って当てれるようになりたいということですね。なので、もし今、まだ何の企画も立ててないっていう人はですね、最初に世界観を決めるのはやめましょう。まずはターゲット。で、ジャンルプラットフォーム。開発規模決めて、最後世界観です。で、世界観。これはね、ターゲットが楽しめるものにするんですよ。なので、ターゲット決まってないと世界観は決まらないわけですね。ただ、これ言うと、もうなんだよ、ちょっと自分の作りたいもの作れないのかよって思うかもしれないんですが、自分の個性は全然入れてください。やっぱり完全に自分の思い通りのものって面白くないんですよ。例えば、映画とかドラマとか。漫画とかアニメとか見ててですね、この後こうなりそうだなーって思った通りになった時ってあんまり楽しくなくないですか？でも大幅に、いや、そうじゃないんだよなっていう展開じゃなくて、ちょっとだけ裏切ってほしいんですよ。そう来るかみたいな。でも、それもいいねみたいな。程よい塩梅にしてほしいです。なので、自分の個性は全然入れて OK です。まあ、あとその自分が好きで作ってないとやっぱ続かないんですよね。その最後まで作りきれないし、クオリティも下がりがちです。やっぱりその人のためだけに作ったゲームってクオリティはちょっと下がっちゃいますね。自分が作りたいが半分ぐらいないとやっぱり難しいんですよ。まあなので半分は相手に合わせましょうという感じですね。日常会話と一緒ですね。もう自分の話ばっかずっとしてきてて、もうこっちの話聞いてくれない人ってしんどいじゃないですか。まあなので半分は相手の話を聞いてあげようということですね。もう半分は自分の好きな話していいよと。ということで世界観の決め方はそんな感じですね。で、以上、企画の作り方、まとめると、まあ、もし企画書を作るってなったら、こいつらが、その企画書には絶対必要な要素なんですね。まず一つ目。そのゲームを作る目的。これはまあ、練習用ですか、就職用ですか、販売用ですか、ということですね。次に、ターゲットになるユーザー。これは誰が遊ぶのか、誰が楽しいと思うのか、それを書きましょう。三つ目、ゲームのジャンル、プラットフォーム。これはターゲットが持ってるハードで、ターゲットが遊びたいジャンルを決めましょう。四つ目、開発規模と期間。予算内で最適な提出期限までに作るということですね。最後に世界観。ターゲットを気遣いながらも自分の個性も入れましょう。これ見ていただければ分かったと思うんですけど、これね、一個一個はこの自分より上が全部決まってないと決まらないものたちなんですね。なのでまあこの順番で決めていくということですね。で、最後にそのゲームが売れる理由も企画書には必要です。ただこれ1から5が完璧だったら、これを並べるだけでそのゲームが売れる理由になるんですよ。これくらいの人数がいるターゲットユーザーが一番持ってるハードで、一番遊びたいジャンル、そして自分が作れる範囲の規模、期間で、そのターゲットが好きな世界観のゲームを作ったらですね、そのゲームは売れますよね。もちろん。ということで、このゲームが売れる理由っていうのは、まあ、この1から5までを、こうだから売れます。で、最後終わりなんですね。ということで、この企画書っていうのは、そのゲームがなぜ売れるかを説明するための書類なんですよ。まあ、よくこう、企画職で応募する学生さんとかのね、就職作品で企画書とか送られてくるんですけども、大体こう、この4つはね、すごくおざなりなんですね。1個1行ぐらいで適当に書いてあるんですよ。で、この5ですね。一番最後に決まるはずの世界観がむちゃくちゃな量を取ってて、時はなんとか歴何年みたいな、なんか急に専門用語出てきてですね。いや、なんかわからんみたいな。何々国の王子何々は何々していたみたいな。専門用語多いみたいな。おいわからんみたいな。結局どういうゲームなのそれみたいな。なんで売れるのそのゲームってなっちゃう企画書が多いんですね。もう失敗例としてよく挙げられる例なんですけど。でもね、企画書を見る人が一番知りたいのはここなんですよ。そのゲームはなぜ売れるんですか？そこが一番知りたいところなので。ということで、企画書を書く場合はですね、この5つちゃんと書いてある企画書を書きましょう。はい、ということで、今回はゲームの企画の作り方を解説しました。参考になったよという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。今回いろいろ解説したんですが、こう趣味でゲーム作る場合は、もう好きなものを作っていいんで、全然考えなくていいです。もう、あ、こんなゲーム作りたい、作ってみようで、全然大丈夫なんで。うわぁ、こんなちゃんと考えてゲームって作らないといけないんだって思わなくて大丈夫です。趣味の場合は好きなものを作ってください。好きこそものの上手なるって言うんでね。やっぱ自分が好きなものを作ってる時の方が楽しいし、技術の習得も早いんでね。なので、まあ、入門者とかも全然こんな難しいこと考えなくていいんで。とにかく今、自分が作れそうなものをどんどん作っていって、自分が好きなものを作ると。そういう感じでね、技術を習得していくっていうメインに置いていただければなともね。ひたすら自分の作れる小さいゲームを作っていきましょう。で、もうある程度、大体のゲーム作れるようになってきたな。これもしかしてゲーム会社いけちゃうんじゃないとか。ゲームでちょっとお金稼いじゃおうかなと思った人はですね、企画書作ってみましょう。これ個人でもね、もうそんな正式な書類じゃなくてもいいんですけど、もう適当にその iPhone のメモとかでもいいんですけどね。さっきの項目が全部書いてあればいいんで、イラストとかもいらないんだな。文字だけでもいいんで、なんかそれ1枚用意して、ちょっと壁に貼っとくと、開発がね、辛くなってきた時にそれを見てね、あ、そうだった。こういうゲームを作るんだって思い出せるので。だから意外と個人の人で企画書とか作るのありなんですね。やっぱりその、なんとなく、これ売れるかな、これ売れるといいな、売れるかわかんないけど、みたいな。そういうゲームをこう作っていくのはね、良くないんですよ、こう。まあメンタル的にも良くないですし、売れるか全然わかんないけど、頑張るか、みたいなね。ちょっとね、モチベーション続かないというか、その状況でひたすらに毎日頑張れる人ってなかなかいないと思うんですよ。なので、このゲーム売れるって思いながら作るのはね、やっぱいい効果しかないんですね。だから自分を説得するためでもあるわけですよ。売れる理由が書いてある書類が壁に貼ってあったら開発はかどると思うんですよね。まあ、根拠が欲しいんですよね。自分でなんとなくもうすごく思い込んで、これは売れるんだって思い込んで作るっていうのもありなんですけど、まあ、それで作って外れた時にね、なんで売れなかったんだってなっちゃうし、で、売れなかった理由もわかんないんですよね。これを外したのかっていうのがわからないわけです。規模が間違ったのかとか、ターゲットユーザーが少なかったのかとか、ジャンルミスったのかとか。なんかその、原因がわかるんですね。ちゃんと企画があってゲーム作ってると。売れなかった理由がわかるんですよね。なのでどんどん成長していけるわけですよ。ということでぜひ、今までもう企画なんか何も考えなかったっていう方はですね、この動画を参考に一度売れるゲームの企画書を作ってみていただければなと思います。こんな感じでいつもゲーム開発情報を配信しています。Twitter、インスタもやってるので、ぜひフォローお願いします。ではまた。